鬼のような形相で店長がこちらを睨んでいた。おう、羨ましいわね、恋ができて。恨みたっぷりに言いながら私に詰め寄る。呪ってやる、呪ってやる、お前も振られて不幸になる。私の名前は葉山里香。私には好きな人がいる。その人の名前は桜井春人くん。向かいの家に住む同い年。春人くんはハンサムで頭も良くてスポーツ万能で近所の女子にモテモテなの。私は食事にも気をつけているし、運動もきちんとしている。髪のお手入れもバッチリ。ただある時ママに言われたの。リカ、あなた最近肌が少し荒れてるわね。ママ本当に？本当よ、ちょっと乾燥してるんじゃない？お肌は女の子の命、綺麗にしないとハルト君に振り向いてもらえないわよ。どうしようどうしよう、どうすればいいかな。そうね、パックでもしてみたら。私は効果のありそうなパックを調べることにした。いろいろあるな、一体どれがいいんだろう。とりあえず街の方に行ってみよう。私がパックを買いに街を歩いていると、綺麗な女の人に声をかけられた。そこのあなた、美容の悩みってない？え、はい、肌荒れが悩みなんです。今日もパックを買いに出てて。ちょうどよかったわ。私ね、近くにあるエステサロンの店長なんだけど、ちょうど新しいフェイスパックを試してくれる人を探してたのよ。そうなんですか？あ、でも私お金がないから。心配しないで、お試しだからタダでいいわ。やったー。それじゃあ私についてきて。はーい。このタイミングでこんな人に会うなんて、まるで神様が私の願いを聞いてくれたみたい。ここよ。うわーすごい。それじゃあこのベッドで横になってもらえる？よいしょっと。じっとしててね。うわー冷たい。驚かせてごめんなさいね。パックはどうかしら、お肌にもとってもいいのよ。冷たくてとっても気持ちいいです。よかったわ。ねえ、あなたが綺麗になりたいのってもしかして恋してるから？はい、実は好きな人がいて。あれ？店長からの返事がない。おかしいと思って目を開けると、うわぁ、鬼のような形相で店長がこちらを睨んでいた。おう、羨ましいわね、恋ができて。恨みたっぷりに言いながら私に詰め寄る。呪ってやる、呪ってやる、お前も振られて不幸になる。投げながら逃げ出した。はあ、何だったの今の？怖かった。見てやれ。何あれ、超ダサくない？あれ、なんか私笑われてる？あ、いけない、パックしたままだった。あ、恥ずかしい。私はパックを外そうとした。するとどういうわけかパックがしっかりと肌について剥がれない。嘘、取れない。一体これどういうこと？取ろうとすればするほどパックの粘着力が増していくように感じた。もしかしてあの店長がパックに何かしたのかも。店長が口にした言葉を思い出す。え、ありえない。でもそれ以外に考えられなかった。なんとかしないと、こんな姿じゃハルト君に振られちゃう。顔を隠して家に帰り、ママ助けて。どうしたのリカちゃん？ママに事情を説明して取ってもらうことにした。でもどれだけ引っ張ろうが、お湯をかけようが、パックはびくともしない。なんで、なんで取れないの？走って家を飛び出すと、ハルト君とばったり会っちゃったの。ねえ大丈夫？どうしたの？ハルト君だ。どうしよう。あれ、よく見たらリカちゃんじゃない？その顔どうしたの？それがリカちゃん。なんなんだよその顔、おっかしい。大好きなハルト君に笑われた。もう恋愛対象としては見てもらえない。うわリカちゃん。うわ、一体これいつになったら取れるの？もうやだ。泣いているとさっきまでびくともしなかったパックがスルリと剥がれ落ちる。剥がれた。やったー、乾杯。あの店長の呪いだったのかな。結局真相は謎のまま、私のハルト君への恋は終わってしまった。あら、リカちゃん、パック取れたの？うん、ハルト君には笑われたけどね、あのパックのせいで。もう最悪。そう、でもよかったじゃない。何が？あなたの肌プルップルの、
キレッキレになってるわよ。嘘、本当に？あれ、リカちゃんじゃない？なんだかリカちゃん、めちゃくちゃ可愛くなってるじゃん。あの、リカちゃん、ハルトくん、間はごめんね、パックのことで笑ってしまって。あー、もういいよ、気にしないで。なんか意外でさ、リカちゃんのああいう姿が、まあ、なんというか可愛いなって思ったんだ。あ、そうだ、明日よかったら映画に行かないかい？ロッジーの続編が始まったじゃん。本当に？私もそれ見に行きたかったの。あれあれ、これは諦めていた子に偏見がありそうだね。お肌がプルンプルンになったおかげかな。ここでみんなに質問です。結局あの店長はいい人だったのかな、悪い人だったのかな。コメント欄で教えてね。楽しいと思ってくれた人はグッドマークもよろしくね。